こんにちは、安江さん。今回はね、器という形でお話しようかと思います。まず一つ目の器の話なんですけども、持ち家か賃貸かって話がありますよね。家族ってものを入れる器は持ち家がいいんじゃないかなと思います。まあ、できれば一軒家ですね。まあ、これによってなんかこう、伝統的な家族ってものにものすごく近いのと、やっぱり家族を作るんだったら、何かと便利で合理的だなと思いますね。庭があったりとかね、2階があったりとかね、寝室があったりとか、リビングがあったりとか、家具を買い替えたりとか、絨毯をやめたりとか、付け替えたりとか。家っていうのは家族によっていくらでも豊かになるし、いくらでも変化するんですよ。むしろそういうふうに使っていくものだと思いますしね。ただ、一人暮らしの場合は家っていうのは不自由になるかなと思いますんで、まあ賃貸をいろいろと切り替えた方がいいのかなとかね。だから何を入れるかっていう器なんじゃないかなと思うんですよ。でこれが一つ目の私のなんかぼんやり考えてるところ。それから二つ目なんですけども、器ね、これは人間の器ですよね。器が小さい大きいって言いますけども、器が小さい人ってなんか悪い意味で捉えられてますけども、器が小さくなったってのはどういうことかっていうと、もともと持っていた人間としての入れ物の内容が増えていって、もうちょっと器を広げないと入らないよねと、自分の知識や経験が溢れてきちゃったよねっていうふうに捉えると、器が小さくなったっていうのは結構成長していいことだと思うんですよ。で、器が大きいっていうのはまさに器が大きくってたくさんのものを入れられるから、まだまだ収納力があるっていうふうなね、なんか成長発展の、なんかこう未知数な鞘を示してるんじゃないかなと思うんですよね。これも全て解釈すればそうなるっていうレベルなんですけども、まあ、器じゃないですか、そこは。でね、ちょっとこう器からちょっと話離れるんですけども、稼ぎが作れない人ってなんかね、稼ぎに向かってるような、暗示にかかっちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。で、私から見ると全然違う方向に行ってるんですけども、これをすればそっちに向かうっていうふうに勘違いしちゃってるんでしょうね。場合によっては私の手元を離れて他で頑張っちゃうみたいなことがあるんですけども、そっちでね、本当にうまくいけばいいんですけども、なんかその稼げない人が集まって夢を語っちゃうと、もう稼げないかなと思っちゃうんですよね。稼げない人が集まって語るのは夢ではなくって現実なんですよね。特に痛い現実です。なんで自分は稼げないのか、なんで自分は自己正当化ばかりするのか、なんで自分は学べないのかとかね、成長発展がないのかとか、夢を語ると安心して楽になっちゃってね。で、周りに稼げない人だらけだったら稼げないのが当たり前になってくるんですよ。だから自分の稼ぎが増えないことが恥ずかしいみたいな感覚にならないといけなかったりするんですよね。よく言うことで、周りの人の5人の収入を足して5で割ったら自分の収入になるって言いますけども、これもそもそも周りにそんなに収入が変わった人がいないっていうのが出発点なんで、せいぜいあれでしょ、周りの人がなんかこう年収400万500万で自分が300万みたいな、そんなに劣等感を感じるほど変わんないわけですよ。でも一桁違うとかになってくると、さすがにね、大きな違いを見つけることができますよ。自分だけが年収300万400万ぐらいで、他の人は年収が1500万から2500万ありますっていうと、そういう5人に囲まれてたら明らかに選ぶものとか身につけるものとか発する言葉が全部違うんで、大きな変化を感じると思うんですよね。器の違いを感じると思うんですよ。もうきっとそういう環境に自分がいなかったりとか、つまり環境っていうのはどんな田舎にいてもどんな都会にいても、自分が周りに置く5人をどう決めるかってことなんですよ。わざわざ自分とあんまり違わない人とか、ともすれば自分がアイデンティティに保てるようなね、なんかこう自分よりも、一言言うのは難しいんですけども、格やレベルの低い人を選んじゃうと、これはもう終わっちゃうのかなと思うんですよ。もちろん周りの人の収入の合計の5が自分になるみたいなことを信じればですけどね。でも実際は自分のことでね、恐縮ですけども、私の周りに実際に自分よりも年収が高い人がいたかって言ったら別にいなかったわけですよね。いたとしても平凡ですよ。その年収が300万とか500万とか600万とかあり得る月収ですよね。特にネットビジネスやんなくてもそのぐらいは、40代50代なら別に普通に叩き出してますよみたいな人に囲まれてたんで、そういう人に刺激を受けて私の収入が上がるととても思えなかったですよね。ただ自分だけ学ぶものとかやり続けることは違ったのかなと思うんですよ。
それもだから器の違いなのかなっていうところですよね。これ器の違いっていうのは、あの異なる器って意味で優劣を言ってるわけではないんで、それを最後に付け加えて器という話にまとめさせていただきます。それではいってらっしゃい。